皇居では新年祝賀の儀が行われています。女性皇族は今年もティアラの着用を控えられています。新年祝賀の儀には天皇皇后両陛下や皇族方が出席されています。皇后雅子様ら女性の皇族方はコロナ禍で苦労する国民の状況に鑑みて今年もティアラの着用を控えられました。両陛下からは 衆参両院の議長らから祝賀の挨拶を受けられました天皇陛下は年頭にあたり国民の幸せと国の発展を祈りますなどと述べられました天皇ご一家は午後上皇ご夫妻を訪ねてご挨拶をされる予定ですあすは一般参賀が3年ぶりに行われ天皇皇后両陛下の長女愛子さまが初めて出席されます